心たぎる B リーグチェアマンの島田真二です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はい、お便りをですねちょっとたくさんいただいているので最初にもうお便りを紹介したいなと思うんですけども、はいはい、まずは、名鉄インカリアの支配人長瀬様からということで、もうこれは何のお便りかなっていうのはチェアマンもなんとなくお分かりかなと思いますが、お礼のお便りじゃないですか。そうですね。じゃあなんでお礼かという話なんですけども、島田チェアマン、先日は大変お忙しい中当ホテルへご来館いただき誠にありがとうございました。いえいえ。そして達夫ルーム開設時に夢でしたチェアマンの視察、達夫との添い寝共演がまさか実現するとは、お二人がベッドで横になった時心の底より感激いたしましたとですね、あと、島田チェアマンまたのご来館を楽しみにしております、はい、そして全国の B リーグブースターの皆様、達夫を感じられるホテルへお越しくださるのをお待ちしておりますということなんですけども、ちょっとご説明をいただいた方がよろしいかなと。そうですね、まあ、でも本当にこの営業マインドが名鉄のね、カリアの皆さんはすごいですね、なんですかね、スポンサーパーティーっていうんですか、シーズン終了報告会みたいなのがあったんですよ、でそれが駅前であって、でそのままもう徒歩1分ぐらいなのかな、あー、なるほど。で連れて行かれたんですよ、でも入った瞬間にもう達夫だらけ、ね、でいわゆるコピー機とかあるところ、ああいうお部屋も達夫、で上に上がってでエレベーター降りてからまた達夫ですよね、で部屋番号を書いてあるところも達夫なんですよ、で中開けたらそれはもう達夫なんですねそれはもう達夫、まあ簡単に言うと達夫だってことですで、本当は添い寝っていうのは添い寝枕があるんです。大きい抱き枕が置いてそれを抱くっていう話だったんですよ、もう本物がついてきたから、本物と一緒に寝てくださいって言われて、結構なんかシュールでしたよ何やってんですかっていう感じですけど、ね、ちょっと大丈夫かなと思いました。でほら拡散してたじゃないですか、名鉄の方がツイッターで見るのも怖かったですもん。でも結構拡散してましたね。心温まる微笑ましいシーンだったんじゃないかな。いや本当にありがとうございました。皆さん温かくお迎えいただいてありがとうございました。はい、楽しかったですね。名鉄インカリアの長瀬様からとお便りでした。もう一つあるんですけども、こちらよくね最近おはがきをいただく越谷の井上さんからということで、島田さん村上さんバラが満開の時期です。お二人は好きな花植物は何ですかという季節っぽいお話からですね、先日日本放送のポッドキャストステーションをお聞きになったのかなと思うんですけども、とんねるずさんがお好きとか、オールナイトニッポンの話ということを聞いてて同世代なので共感していますというようなお話をいただいているということで、あとは佐賀長崎の B1 昇格おめでとうございましたということで、ちゃんと島田さんの日本放送での出演聞いたよというようなことを。あ、本当ですか。はい、もう一個残ってますからね。あ、そうですね。明日ですか収録。そうですね。ちょっとまたリリースのタイミングが見てということなんですかね。はい、そうですね。もう時間軸が分からないですよね。はい、ということで、お楽しみにしていただければというふうに思います。そしてですね、あと、ちょっと本編では触れないんですけども、普段、またこちらもお便りをいただく、もみほぐしドアーズの杉山さんから、知人のですね、暗算祈願をぜひしていただきたいということで、写真も同封していただいてますので、後ほど個別にですね、暗算祈願をしていただきたいというふうに思っております。一人になったらやりますか？そうですね。一人になって、ちょっとざわつきがなくなったら、ちょっとやっていただければなと。かしこまりました。はい、ということでですね、本編の方なんですけども、今回はファイナルが終わったということで、ファイナルをしっかり語っていきたいなと思うんですが、ファイナルを語るにふさわしいゲストということで、バスケットボール専門の動画配信サービスバスケットライブのレポーターを務めるなど、もうある意味 B リーグのファンの顔というところでもあると思うんですけども、ね、B リーグとも縁の深い今井麻也さんをゲストにお招きして週末に行われた日本生命 B リーグファイナルズ 2022-23 の感想などについてお話をしていきたいというふうに思います。今井さん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと喋っていいんですね。これ結構ストレスよね。こんなに黙ってなきゃいけないのね。私も先日カリアにプライベートで行って宿泊したんですよ。プライベートで？そうなんですよ。でも達夫ルーム空いてなくて。嘘。あの部屋には泊まれなかったんですけど、達夫だらけだっていうのはすごいわかります。でも一階というか入り口からしてすぐ達夫で。グッズとかも売ってますからね。そうですそうです。すごいですよ。そうなんですよ。それは喋りたかったんですか？そう、入りたかったんですよ。なるほど。バスケ漬けですか？そうです。そうですよね。いろんなところで見てますから、私も。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、島田のマイク、スタートです。島田のマイク。この番組は、全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。改めてこの時間は今井麻耶さんにお越しいただいています。今井さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちょっとね、今井さんの紹介をさせていただこうかと思いますが、今井さんは慶応義塾大学卒業後、フリーアナウンサーとして活動をスタートし、現在は B リーグ開幕とともにスタートした動画配信サービスバスケットライブのレポーターも務められています。さらに、名物駅弁でもあるイカ飯を製造販売するイカ飯安倍商店の代表取締役社長でもあり、まさに二足のわらじを履く激レアなお方です。これすごいっすよね。いや、私もね、この機に、ちょっと、はい、今井さんに2になろうと思って、いろいろ調べてみたんですよ。わお、恥ずかしい。いや、すごい方なんだなと思いました。そんなことないんですよ、本当に。いや、なぜもっと早く俺はこれを知らなかったんだ。ちょっと自責の念に駆られました、ね。いやいや、やめてください。何せ、ちょっと気持ちがすごい分かったんですよね。その、2020年の5月でしたっけ、はい、そうです、コロナ禍で。いわゆるコロナになって、一番こう世の中が混沌として大変な時じゃないですか。あの時に家業のね、はい、ことを考えられて決断するのって相当難しかったんじゃないかなと思って、もう世の中どうなるか分かんない空気だったじゃないですか。はい、どんな感じだったんですかあれ、引き受けた時って。まあ本当父が高齢だったっていうのもあるんですけど、私一人娘で、私がやらない限り他に丸々どっか行ってしまうって思った時に、兄弟がどっかに行っちゃう感覚になってしまって、だったら私が覚悟を持って引き継ごうっていう決意はしましたね。まあね、なんかシンプルですけど、イカ飯って食べてるじゃないですか、昔から。ありがとうございます。で、今井さんがホームページ見てもね、やっぱりね、もうね、言いたいことが単刀直入でガチャガチャしてないんですよ。今井さんの人柄が出るというか、イカ飯の作り方とかですよ。どこで展示会とかこう売って販売会みたいなのされてるとか、もう情報ももう見やすい。あれはね、世の中のね、ウェブクリエイター一回見に行った方がいいですよ。いやいやいや、そんなことないですって。もう分かりやすい。なるほど。あれ、今、スルメイカなんですか？そうです。ずっとスルメイカです。うん、スルメイカが大量だったんですよね。その時に。当時はそうですね。今はイカ不良で逆に全く取れないんですけど。そうですよね。今、スルメイカって結構希少性があるとか高いじゃないですか。そうなんです。だから、原価高騰してますよね。どんどん高騰してますね。まあ、イカといえばもう函館か、もう福岡、佐賀の呼子か、はい、もう二大イカなんですね。私もイカ好きで。そうなんですか。イカを食べるためだけに函館にも行くぐらいイカ好きなんですよ。だから、自然にテンション上がってるんですよ。いや、そう。ちょっと、いきなりテンション高いなと思って。いやいや、よく、そしてさすがに調べてらっしゃいますね。本当によく見てくださって。そして、そのホームページで、やっぱ、今井さん、ほら、ね、若くてね、こういった家業を積まれたって言って、こう、やられてる感じが、やっぱこう、応援したくなりますよね。と思いました、私は。ありがとうございます。あのホームページ見て、すっごい応援しようと思いました。すごい嬉しい。だから、ちょいちょい言いますよ、私。最初、番組でもほら、はい、何でしたっけ最初にキャッチフレーズの。特技はボールさばきとイカさばき。ちょっと笑っちゃったじゃないですか。塩田さんが吹き出すから。これが好きで。でもね、意味が最初分かんなかったんですよ。皆さん分からない。で、なんか、なんとなくゲストの人笑うじゃないですか。はい、この笑いって何につながってんのっていうぐらい分かんなかったんです、最初。で、だんだん分かってきたんですけど。よくわかりました、今回。7年間これ言ってますから、私。そうですよね。で今、直で聞けましたし、あとお調べしたら、イカ飯の偉大さとか、このイカ飯安倍商店の歴史とかね、あと覚悟みたいなのが伝わってきて、応援しますから、私。嬉しいです。ありがとうございます。間違いなく応援しますから。試合会場とかなんかね、そういうのあったらね、応援しますからね。ありがとうございます。頑張ってくださいね。もう今日これで満足して帰っても大丈夫ですか？この家業、応援しますから。もうそろそろ、そっち行きますけど。そのテンションでちょっとファイナル。多分ね、私これだけで1本取れる自信があるんです。私はもう満足しちゃったんですけど。行きますか？しょうがない。行きましょうか。行きましょうか。大事なファイナルの話を。はい。それではですね。はい。ファイナルの話なんですけど、なんかもう随分経った気がしますね。私、ファイナルが終わって優勝した翌日に沖縄に行って公演してきたりとかして、トンボ帰りで来たりとかして、で、もう2、3日経ってますよね。なんかこういうのってあれですね。本当にみんな命がけで頑張って優勝したいって戦ってるんだけど、時ってやっぱ流れますね。まあ、2、3日経ったのにもう終わって、移籍の話がどんどん世の中出てきて、ね、来シーズンどこがそういう、なんのみたいな感じに切り替えるじゃないですか。はい、残酷だね、人間って。ということで、皆さんちょっと申し訳ないんですけど、はい、もう、シャンパンファイトまでですね、行っていただいた今井さんにですね、はい、試合の結果をですね、教えてもらっていいですかね。はい、先日行われた日本生命 B リーグファイナル 2022-23 は、ゲーム1はなんとダブルオーバータイムまでもつれ込み大激戦となりましたが、96対93で琉球が先勝しました。そして次の日のゲーム2も88対73で琉球が勝利し、B リーグとなって琉球ゴールデンキングスがこれで初優勝となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。どうすかこの当然2試合ご覧になって。はいで率直に感想としてはどういう印象ですか。そのなんかシャンパンファイトのこう賑やかなあのシーンはちょっと置いといて、はい、ゲームを2つ見てみてこの結果をどう受け止めてますか。まずゲーム1の時点ですごいグッとくるものがあったじゃないですか。もうあれは初めてバスケ見た方もそう言ってたので、どの人の心も動かす試合だったなと思いましたし、まあもちろん琉球が勝利してわあおめでとうってなったんですけど、千葉ジェッツの皆さんにも拍手を送りたいなって思えるような試合でしたね。すごいです。これ結果的にはこの2戦で決まったじゃないですか、はい、なかなか言いづらいかもしれませんけど、なんかイメージのしてたものと結果ってどういうふうになってます。イメージしてたのは、ゲーム3までいくと思ってました。私はあそうっすよね、はい、私もそうなんですよ。ゲーム3ですよね。はい、なんかクォーターファイナルで広島に千葉がやられて、次の日に思いっきりやり返したっていう、あの印象がすごい強かったので、千葉はやってくるだろうなって思ってたんですよ、でもちろん切り替えてきましたけど、それを上回るものが琉球に今年はあったという。そうっすね。いやそこですよね、はい、琉球が1戦目取って千葉がやり返して3戦目ですごい試合になってどっちかが勝つっていう感じでしたよね、はい、だけど連敗今シーズンね一度もしてないジェッツが2戦目にはもうなんか試合開始早々来るだろうなってなんか思ったじゃないですか、はい、まあ来てたんですよね、来てないっていうことでは来てたんだけど、それを上回る琉球の圧というか、はい、勝ちたいって思いの強さみたいなのがあれすごかったですよね。やっぱ昨シーズンの今村選手の涙だったり、あの経験もかなりここで生きてきてるなっていうのは感じましたね、間違いないですね。ましては沖縄から飛行機に乗ってあれだけ多くの人が来てたら、その念も乗るじゃないですか。そしたら選手たちももう、まあ、普段のその、まあ、1.2 倍ぐらいはエネルギー出ると思うし、やっぱそれをこう受け身になってしまうと相手は、まあ、こういうことってやっぱ起きますよね。やっぱりチャンピオンシップってレギュラーシーズンと全然違って独特な空気が流れてるじゃないですか、会場に。本当そうね。本当に違いますよね。本当そうって俺が言うのもなんですけどどの口が言ってんだっていうことかもしれませんけど、一応ね、まあ、ジェッツ時代にアルバルク東京に2年連続でファイナルで敗れた経験があるじゃないですか、あの時の感じをやっぱ思ってて、でコロナがあって明けて初優勝したじゃないですか、あれとシチュエーションはやっぱり琉球似てるんですよね。やっぱこう悔しい絶対今年こそはみたいないうのがあの時も出てたし、今回も琉球が出てたしって、やっぱりなんとなく毎回のようにこうファイナリストになってる千葉ジェッツっていうのはああいう空気にもう慣れてる選手たちが多いと、富樫選手とか中心にね、だからなんか毎回やっぱそういう意味では試合巧者だったり慣れてるよねっていう優位性があるかなっていうふうに思うところもあるんですけど、やっぱ毎年空気変わるんですね、あれね。慣れとかないんですね。まあでもあれですよね、こう過去7年の中にもたくさんいい試合いっぱいあったし、まあこれからもきっといい試合あるんでしょうけど、今回のファイナルの1戦目はやっぱりこうビリができて7年間だったんだなっていうのを感じるぐらい、やっぱすごくレベルの高くてすごいいい試合だったなっていうのはやっぱり見た人はほとんど思ったんじゃないですか。いやそうですよね。まあでも今井さんご覧になっててもう毎回見てるじゃないですか、はい、今回はコロナが明けて、はい、声出し応援が OK になって、ちょっとこの 2,3 年で変わったじゃないですか、どうでした会場の空気とか、まあ、ゲームもそうですけど会場の空気。やっぱり違いますよ。声出しが OK になったレギュラーシーズンの後半から、そこからも結構雰囲気違うなって会場に行くたびに思いましたね、チャンピオンシップの声があってからこそじゃないですか。そうですよね。ここもすごいいいなと思いましたね。どこで見てました試合。あ、今回ですか。記者席。記者席か。どの辺でしたっけ。2階の一番後ろですね。声ガンガン来てますか。はい、来てます。私結構上の方にいるんであれですけど、やっぱあれだけの1000円ってすごいですよね。13,600 ですからね。そうですよね。ということでですね、まあ結果的には琉球のリベンジということで、初優勝を飾ったわけなんですけども、そうですよね。島田さんがなんか、私も現地でもお会いしましたけど、そうなんですよ。今井さんに絡まれたんですよ。絡まれたって。絡まれた。なるほど。なんなのよと。いやいや言ってない。言ってないか。言ってないか。そういう雰囲気あった。そういう雰囲気あったの。今日のこの場ですよ。この場なのかな、収録の飛び飛びにね。そうそう、スケジュールがなかなかつかなかったみたいで。私も忙しいのに。そう。今井さん忙しいの分かるけど、私も忙しいんだからさ。違いますね。っていうのをちょっと出してきたんですね。会場で急に。横浜アリーナで。もう選手に負けないぐらいの闘争本能で。まあそんな会場で柴田さんが現地レポートをされたそうなんですけど。そうなんですよ。試合の終盤から試合終了直後までですか？そうですね。たまたま2試合目って、その東野さんとね、東野技術委員長と一緒だったんです。もう東野さんもね、持ってるんですよ。呼んでないんですよ。全然呼んでないの。たまたま来るの。やっぱり嗅覚がね、すごいんですよ。東野さん。もうマイク出演したガリなんですよ、ここに。で、いや、それを多分考えてたわけじゃないですよ。私も結構人目のつかないとこにポツンと見てたんですよ。で、隣座るの。いっぱい、ちょっと他に席があるのに。で、そんで最後、終盤ね、もうゲームが決まりそうになったから、マイク用にこれから一人で喋ろうと思ってたけど、一緒に喋るって言ったら、ぜひむしろ喜んでみたいな感じになって、で、回したんです。はい。そんな感じでございます。はい、ということでですね、今回はその様子をですね、島田のマイクで皆さんにお届けしたいと思いますので、早速こちらをお聞きください。斉藤選手がこんなに活躍しているファイナルって見たことないなって思ってます。そうですね。お互いセカンドユニットも含めて充実してますね、やっぱりね。いや、本当に団結の力って琉球さん言ってますけど、本当にファンも含めてなんかもう神がかってますね。そうですね。まあ私も琉球がね、いつ優勝するのか、いずれにしてももう今の琉球の勢いを見ればね。そう遠くないと優勝するだろうってことも去年も言ってましたけど、まあね、こんなに早くね、近づいてきたって感じですね。すごいですね。だいぶ厳しくなりましたね、これ。本当に12点差ですよ。これだけのファンの人たちが来て、立ち見があって。とんでもない13657人ですよ。いやいや、すごいですよね。見てください、この試合とこの歓声、もう一つ一つですからね。最後も時間もないから、今富樫勇樹がシュートを打って外したところで琉球の声援がすごい。もうこの静けさとこの盛り上がりのこの連続って、バスケットっていいですよね。最高ね。最高ですね。いよいよ歓喜の瞬間がね、これだいぶ近づいてきたな。もうあれじゃないですか、もうこうなんて後半ずっと出てんじゃない？いや、ずっと出てます。スタートの岸本選手、今村選手がもう最後の最後で出ないんじゃないかぐらいの勢いで打ってるっていうことですよね。いやー、今、岸本選手にカメラが寄ってますけど、感慨深い感じですね。ですね、琉球一筋ですからね、BJ リーグ時代からね、琉球の黄金時代を支えてきたね、まあ、地元のスターですからね。今村選手とがもうね、エースがね、ここまで温存されるって、すごいですよね。すごいですね。近づいてきましたよ、琉球の歓喜の瞬間が。聞いてください。すごいですね、歓喜。試合終了です。日本生命交流カードのチャンピオンになりました。いや、キングスおめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。いや、強かった。琉球。いや、キングス。素晴らしいね。いや、もう感動しました。ファンの力も含めて最高ですよ。岸本選手泣いてますよ。いや、田代も泣いてる。いや、これは嬉しいな。いや、感動です。素晴らしいゲームだったと思いますね。いや、もう最高。本当におめでとうございました。千葉ロゼッツの選手もね、頑張った。いや、頑張りました。まあ、両チームのファンの皆様、ありがとうございました。素晴らしいレベルでした。いや、感動しました。ですね、いかがですか、この興奮状態。まあ私もちょっと恥ずかしいですけど。最高ですよ。バスケットっていいですね。だからそれ水野晴郎さんですけど、感動したって私も言ってました。私も小泉純一郎さんみたいになってましたね。大変なことになってもどうですか？いいですね。臨場感も伝わってきましたよ。いやー、これいいですね、やっぱりね。これ年一なんですよ。こういう感じでいくのは、このテンションにやっぱ普段ぱならないですもんね。どうですか、決まる瞬間は。いや、毎回鳥肌立ちます。ね。今ちょっと。わかります。ちょっと思い出しますよね、今の聞いただけで。そうですよね。先ほどおっしゃってましたけど、田代選手だったり、岸本選手、あとクーリー選手の涙に、私はもうもらい泣きしましたよ。クーリーの涙に涙したって女性ファン多いっすね。多いです。ぐっと泣いてましたもんね。どれだけのものを今まで背負ってきたのかっていう。これ、ちょっと、東野さんかなもう言ってましたけど、今村選手を後半ほぼほぼ温存してるんですよ。はい。で、試合が終わった後の桶谷ヘッドコーチのインタビューでも、はい、皆さん見てください、うちのセカンドユニット、すごいでしょ、みたいなコメントしたじゃないですか。はい、あれが素敵だったなと思って。で、それだけ、東野さんとも、試合見ながら話してたんですけど、やっぱり今シーズン、メインでやってきたファーストユニットの選手を出していくとかっていうのが、やっぱ多いんですけど、もうファイナルの、舞台で、もう後半ほぼほぼセカンドユニットで行って、それで結果出しましたからね。だから選手たちを、奥谷さんがすごく信頼してるっていうか、その信頼されてるってことを感じて、結果出さなきゃっていうような、そういうことを含めて、団結の力というか、感じて、こういうところはやっぱり琉球の強さなんだろうなって思いましたね。はい。個として注目がした選手とかいました。松脇選手のスリー。来てましたね。でも終わった後に聞いたら、もっと入れたかったって言ってたんですよ。でも結構 50% ぐらい入れたんですか。そうなんですよ。かなり乗ってましたよね、チャンピオンシップで。牧選手とか、ああいう若いね、ああいう選手たちがすごい活躍してたね。あれが効いてますよね、スリー。あと、コー・フリッピン選手ですよね。なんすかね、彼、ファイナル強いっすよね。前もジェッツ時代もそうでしたよね。そう、ジェッツで優勝した時にも、結構彼がゲームを支配して、優勝して。で、今回もそうじゃないですか。そういう人いるんですよね。大舞台に強い選手ってね。コー・フリッピン選手と富樫勇樹選手が最後ハグして、とこもいいシーンですよ。何回でも見れますよ、あそこ。いいね。スポーツのいいとこですよね。お互いリスペクトしてるなって感じがありまして。その終わった後にシャンパンファイトどうでしたか？そうですね、私も。びしょびしょでしたよね。はい。初年度から。寒いんですか？そうなんです。めちゃくちゃ寒いんですよ。ですよね。寒い感出せないじゃないですか。そうなんです。でも選手の皆さん寒い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 っておっしゃるんで。いやいや、あれ、一回やってみたいなと思ってあれ。どうですか？もう4シーズンぶりだったんですよ。ずっとやらせていただいてて、私も酔うんですよ、それが。もう帰りフラフラなんですよ、私。飲んでなくても。皮膚から入ってきて。あ、そうなんです。ツルッツルになりますよ、全部もう。終わった時に。書いてありました。先生のツルッツル。ツルッツルってどういうことですか？もう、テカテカツルッツルになるんですよ、とにかく。もちろんメイクも落ちますし。イカ飯みたいになるってこと？あ、そうです、そうです。そういうことです。プリップリの。プリップリのツルッツルになるんですね。そうですか。そうです。ちょいちょいサブリミナル効果的に入れていくっていうね。これによってほら、リスナーの方たちも、もうどんどん入ってきてますからね。ということで、ここからですね、B リーグは、オフシーズンね、入っていくわけなんですよね。もう移籍の話がいろいろ出てくると思いますけども、このオフの、今井さんのB リーグの楽しみって何かありますか？でもまず、いよいよ最後の締めくくりの B リーグアワードショー2022-23が6月2日の金曜日ですね、開催されるので、まずはそこまで私もやりきりたいなと思っているので。やりきりたいな、最後のね。そうですね、今回あれですね、ブースターの方々も観客として久しぶりに参加できるということで、結構な数ですよね。お客様が入ってるっていう感じになりますよね。入ってる状態なんで、いや私も初めてなんですよ、お客さんが入ってるアワードって。そうですよね。だからもうめちゃめちゃ緊張してるんです今。緊張感違いますよ。緊張してですね、もう夜も眠れないです。そうですね。絶対寝ますよ。グーグー寝てます。もうすぐですから、2日なんて。そうですね。金曜日ですから。注目するショーってありますか？そうですね。やっぱり私いつもお世話になってるバスケットライブの。それはもうね、まずはそこですね。はい。オンファイヤー大賞。いつも皆さん試合見ながらファイヤーファイヤーファイヤーってやってくださってるので、その大賞の行方も気になっています。でもこのオンファイヤー賞って選ばれた人って結構すごいですよね。すごいですよ。年間でどんだけファイヤーを押されたかっていう。そう。だから。ファンの人たちもこの人オンファイヤー賞を取らせるんだみたいな感じにやっぱなってるってことですよね。結構でも試合中もあれですよね、ハーフタイムとかにオンファイヤー皆さん押してくださいとか結構会場でやってくださってるんで、オンファイヤー賞はもう秋田ノーザンハピネスが強いですよね。そうなんですよ。選手たちもそうだし、クラブとしても一生懸命やってるから、でファンの人たちにも浸透してますね。浸透してるから強いなっていう印象ありますけど、今年どこなるのかね。どうですか島田さんは、うん、気になる賞とか。そうですね、やっぱりね MVP じゃないですか、うん、どうなるんだろう。この MVP って結構客観的に選ばれてるんですよね、うん、そのファン投票とかさ、はい、そういうんじゃなくて本当に何ですかね、いろんなデータとかね、はい、クロートの方たちがちゃんとこう数字と議論をしながら決めてるんで、本当の意味で価値があるというか、うん、まあ、その前にベスト5に選ばれるっていうことがあって、うん、そのベスト5の中から1人ってことじゃないですか、うん、ですからね、あれいつも思うんですけど、もちろん知らないわけですよ、はい、そうですよね、選手の皆さんも知らないですもんね。知らないんですよ。だから壇上に5人並ぶじゃないですか、はい、5分の1ですからね俺あるかもってみんな思った場にいますからね、うん、あの緊張感がねたまらないですね私は。でやっぱり MVP って一番欲しいんですって。ちゃんと長い60試合戦って、そうですね、ワンシーズンの中から選ばれる。だから客観的に、まあ、価値があるというふうに思ってる選手が多いらしくて、だから泣くじゃないですか結構選手たち、うん、あのスピーチすごい感動しますよね毎年、ね、あのスピーチ今までニック・ファジーカス選手から始まって比江島選手、富樫選手、田中大輝選手、金丸選手、そして去年が藤井選手ですよ、はい、結構感動的なシーン多いですよね。そうです。あとビデオレターみたいなやつが一番泣けますよね。ご家族だったり恩師の方だったり泣かせにかかってるようなの大変なんですよですよね、あれ集めるの大変なの。いや大変なのっていうのは私が大変なことやってるわけじゃないんですけどやってるみんなはうちのスタッフ大変なんですよ。いやスタッフが大変なのもさることながらバレちゃいけないじゃないですか。ご家族とか特にそうですね。そうそうそう、結構近いとこに行くじゃないですか、はい、お兄さんとか。そうそう、どうやって連絡するんだろうっていう。だってさポロって出てきちゃったらえなんだよってなるじゃないですか、うん、これが難しいんですよ、うん、でも今のところバレてないと思うんですよ。あれはもう最高の VTR ですよ、うん、まあでもいろんなリーグだったりクラブだったりその選手の周りがこの選手をまあ祝福してあげようっていう思いがもうすごく詰まってますもんね、うん、まあそういった意味ではサプライズってみんな黙ってくれてるっていうところでしょうからね。楽しみですね。そうですね、まあ、今回2時間で去年とか2日間やったりとかしましたけど、はい、ギュッとしてるんで、うん、ちょうどバスケットの試合と同じくらいの時間でこうダラダラしないで行こうとやってるんでかなりこうコンパクトにギュッとしてるんですけど、まあ、だからこう皆さん飽きずに集中してファンの人たちも会場にいる人もそうですけど、まあ、ライブでもね、うん、配信しますけど、ね、だと思うんで、はい、ぜひ注目していただきたいですね、はい、もうすでにほら得点王とかアシストとかそういうのはもう、はい、もう結果として出てるから、もうそれ以外の賞はもちろん公表してないし結構社内でも知らないんですよみんな。うん、だから楽しみですよ。楽しみですね、はいはい、ちょっと先ほどのファイナルと同じようにですね B リーグのアワード賞の裏側もちょっと音声をですね選手にインタビューをするとかなんかちょっとトライしてみましょうかね、はい、いいですか。楽しみです、はい、もう忘れちゃうかもしれないですけどもう できることならね、なんか表に出て登壇してる時とかのやつ撮ってもそんなのみんな見てるじゃないですか。なるべくあれですね、裏撮りたいですね。インサイドじゃ頑張ります、はい。あと今井さんからも何か言い残しがなければと思いますけど、うん、何かありますか。いや食べ残しとかでもいいんですよ。そうですね、あそうだ、それで思い出した。本当に今日イカ飯おかきを差し入れで持ってきたんだ私の忘れてました。食べ残しで今思い出しました。お二人に今日番組のね番宣の写真はこれでいい。そうですね。こういうのも作ってるんですか。これレトルトのイカ飯を作っていて、それで崩れてしまうイカ飯があるんですよ、うんうん、で捨てちゃうのがもったいないので、うん、ミンチにしておかきにしてるっていう。これはいつからなんですかこの商品は。これはそのレトルトができてしばらくしてからですね。そのちょっと捨てちゃうのもったいないよねってなってどうにかしようって言っておかき会社に。さすがだね、このタイミングでありがとうございます。ちょっと忘れてました、お渡しするの。音では伝わりますかねなんかイカ飯そのまま潰しておかきにしてるので、うん、原材料がイカ飯って後ろにも書いてあって。本当だ、本当に一瞬で食べ終わりますよ。でもイカ飯どこで食べれるんですか。やっぱり全国の物産展ですね。実演にこだわってるわけでしょ、はい、だから実演するイコール販売機会ってことになるんですよね、はい、それ以外の販路はどこにあるんですか。あとは一応北海道のその森駅の駅弁なので、うん、毎日1個でもおろさないとダメなんですよ、うん、駅弁のルールとして。なのでまあその森駅に行っていただいて、うん、森駅かあとはその実演会のその販売会、はい、あとはなんかネットで買えるようなもの。それはその今言ったレトルトです。だからその本ちゃんの出来たては実演販売で物産展ですね、うん、じゃあその辺の情報はホームページ見れば、はい、そうです。実演会の日にちとか入ってるわけですよね、はい、もうぜひね一回私も食べてみますよ、ぜひ、はい、実演会ちょっと、はい、お待ちしてます。ありがとうございます、はいはい。ということで、本日のゲストは今井まやさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかめし。ドライブユークレイジー。Bリーグチェアマンの島田真二です。島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということでですね、今日は B リーグファイナルと、そしていかめし評論家の私がお届けしたいかめしがいかに美味しいかの回、いかがでしたでしょうか。ぜひ B リーグを見ていただきたいですし、いかめしも食べていただきたいということで、本日は締めたいと思います。はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、暗算祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。ということで、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真二と、はい、相方の村上と今井まやでした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。